バンコクの労働者の皆さん、ズドラーストビーチェ。司会進行のコハーリナ・リッカーユです。前回の動画も引き続きご視聴やご支援、本当にありがとうございました。リッカーユって何？あんた、こんなとこで何やってんの？今回はみんなの頼れる先輩、夏木かりんちゃんが来てくれました。私たちだけで聞くには色々と重たすぎるテーマが目白押しだから助かるよ。ポーランド戦の時は本当に歴史の解説動画を作るつもりだったのにね。そういうことなら、あんたよりも千冬の方がよほど物知りなんじゃ。千冬ちゃんは、その、事情があってまだ来れないからね。ああ、そっか。それでは、前置きはここまでにして、今回もみんなで一緒に学んでいきましょう。さてさて、まずは第三帝国を理解する上では欠かすことのできないナチズムについて詳しく見ていこうか。このシリーズの主題は独ソ戦でしょ？だったら早くバルバロッサ作戦の内容に進むべきなんじゃないかしら。そうしたいところなんですが、単に軍事面のみを学ぶだけでは、独ソ戦が史上最大の戦争になった理由は把握できても、それが史上最悪の絶滅戦争になった原因は見えてこないんです。なので多少の回り道にはなりますが、これは本当に大事なことなんですよ、先輩。そういうものなのね。それで、リッカちゃん、このテーマの参考文献は？ああ、そうだった。一冊目は、ティモシー・スナイダーさんのブラックアース、続いてイアン・カーショーさんのヒトラー、そして何より重要なのはヒトラーが残した我が闘争、以上の3冊だね。ナチズムって、要は全体主義、つまりはドイツ民族万歳ってことなんだよね。リッカちゃんがナチズムを一言でまとめるならどんな感じになるの？そうだね、とても難しいところだけど、ナチズムとは、自然の女神が定めた孟子絶対法則に従って、勝利、暴力、差別、絶滅、純潔の諸教義を実践する新興宗教である、といった感じになると思う。はい。ドイツ民族のどの字もないよ。アーリア人のあの字もないね。ここはひとまず、ティモシー・スナイダーさんの記述から引用してみようか。はい、カリン先輩。これを読むのね。ヒトラーの考える世界では、弱肉強食こそが唯一の法だった。人間は慈悲深い気持ちを抑えて、できる限り強欲になることが求められていた。それまでの伝統的な政治思想、すなわち人間は新しい社会組織を創造し作り上げる能力を持っている点において、他の動物とは区別されるのだという思想から、ヒトラーは脱却した。それまでの思想家はこうした過程から出発して、実現可能かつ最も公正な社会の形を描こうとしてきたのである。だが、ヒトラーにとって、自然法則こそが唯一無二で残忍、かつ圧倒的な真理であり、それ以外の観点から歴史を捉えようとする試みは幻想に過ぎなかった。さすがにこれだけじゃ意味不明ね。そうですね、順番に説明していきます。ヒトラーが台頭した時代は、人類史上最も科学技術の可能性が広範に信じられていた時期でした。特にヒトラーが影響を受けたのは悪名高い優生学、ダーウィンの進化論、そしてメンデルが発見した遺伝法則です。進化論や動物行動学の発展は、当時の知識層に決定的な影響をもたらしたわ。人間の祖先は猿であり、人類の高度な社会構造は動物の群れにもまた見出されるものであるという発見は、それまで聖書の教えで当然のものと考えられていた、人間は他の動物とは異なる特別な存在であるという価値観を根底から揺さぶるものだったの。ティモシー・スナイダーさんも記述しているけれど、英国のハーバート・スペンサーは資本主義を擁護して、市場とは最も強く優れたものが生き残る生態系だと説いていたし、カール・カウツキーといった著名なマルクス主義者もまた、階級闘争を動物的なヒエラルキーに例えて説明したわ。要するに、思想の右と左とに関わらず、当時の進歩的な考えを持っていた思想家は大なり小なり人間を動物の一種として捉え直す試みをしていたのよ。ヒトラーのナチズムもまた人類をそんな風に捉えていたんだね。ナチズムにおいては、人種によって優劣があるという考えは万有引力の法則と同じくらいに自然なことだった。だから、強い人種が弱い人種と戦って勝利し、征服し、奴隷化し、そして絶滅させることは当然の権利であるばかりでなく義務だった。何それ。弱肉強食ってほんと文字通りの意味なんだね。ナチズムを理解するためには、現代を生きる私たちの価値観をそのままひっくり返して考えないと意味不明なんだ。我が闘争で描かれているヒトラーの世界観においては、人種差別は推奨されるものであるどころかむしろ大前提であり、歴史ではいくつもの人種が世界征服の優勝カップをめぐって争う闘争の連続に他ならなかった。だからヒトラーにとって、近現代になってもてはやされるようになった自由や平等、博愛といった新しい観念は自然法則に逆らう不自然な試みに他ならなかったんだ。それでヒトラーは民主主義や共産主義を脅威と考えたのね。どちらも人種や文化の垣根を取り払って、平等を目指す思想だから。共産党宣言のスローガンは万国の労働者よ、団結せよだもんね。そしてヒトラーが言うには、民主主義や共産主義を発明したのは他ならないユダヤ人よ。
この点についてティモシー・スナイダーさんは次のように叙述しているよ。ヒトラーが立脚していた批判とは、善良な人類がユダヤ文明によって堕落させられたのだという通常思いつきそうな類のものではなかった。むしろ人間は本来動物なのであり、あらゆる倫理上の施策を行おうとすること自体がユダヤ的な堕落の表れなのである。普遍的な理想を追い求め、それに向かって邁進することこそ憎まれるべきなのだ。ヒトラーの考えでは、人種差別を許さない態度は全てユダヤ的であり、あらゆる普遍的な思想はユダヤ人の世界支配のためのメカニズムなのである。このため資本主義も共産主義もまたユダヤ的なのだ。何これ、電波じゃん。立夏が現代社会の価値観を全部ひっくり返して考えないといけないって言った意味がようやく分かってきた気がする。こうした思想に立脚してヒトラーが何より恐れたのは、人種の純潔が汚されることだった。ヒトラーは我が闘争の民族と人種の章で次のように述べているよ。過去の偉大な文化は全て元来創造的であった人種が血をダメにすることによって死滅したため滅亡したに過ぎなかった。そのような滅亡の究極的な原因は、常にあらゆる文化は人間に依存しているのであって、その逆でないこと、それゆえ一定の文化を保持するためには、それを創造した人間が維持されなければならぬということを忘れたところにある。しかし、この維持は最も優れたもの、より強いものが勝利するという必然性及び権利についての鉄則と結びついている。生きようと望む者は従って戦わなければならぬ。この永遠の世界で、争うことを望まない者は生きるに値しない。つまり、これまで偉大な文明を築いてきた優れた人種は、他の劣った人種との混血によって創造性を失い滅びてしまった。だから雑種化を防ぐためには常に戦い続けなければならないということだね。また電波の考えが飛び出してきたわね。ここにヒトラーがユダヤ人を何より憎悪した理由が示されることになるな。ヒトラーの中で最も劣った人種であるとされたユダヤ人は、まとまりのある独自の国家を持つことすらできないほどに弱いため、他の人種の共同体に寄生して生きてきた。否定差別意識だ。しかし、自分たちの弱さを自覚しているユダヤ人は、故に民主主義や共産主義といった平等を重んじる思想を梅毒やペストのように広めることで人種間のいざかいをなくし、異なる人種の混血を促すことで優秀な人種、つまりアーリア人の創造性を弱めてやろうと考えた。マジで陰謀論じゃん。だからこそヒトラーは、人種の混交をもたらそうとする全ての思想をユダヤ的として否定し、ほとんど原始的とまで言える暴力性を秘め、カルト的なまでに血の純血を重んじる思想、ナチズムを国民社会主義運動の中心に据えたんだね。人種間について述べた説の結論部分でヒトラーはこのように述べているわ。混血およびそれによって引き起こされた人種の水準の低下は、あらゆる文化の死滅の唯一の原因である。何しろ人間は敗戦によって滅亡はしないものであり、ただ純粋な血だけが所有することのできる抵抗力を失うことによって滅びるものであるからである。この世界では良い人種でないものはクズである。あらゆる世界史的事件は良かれ悪しかれ諸々の人種の自己保存衝動の表現に過ぎない。バカなの、バカなの。この良い人種でないものはクズであるという身も蓋もない表現こそ、ヒトラーの世界観を端的に表している強烈なフレーズだね。人類の歴史が人種間の果てしない殺し合いの連続で成り立っているという世界観の中では、もはや過去も未来も存在せず、ただ現在の闘争を生き残ることにのみ人間の関心は集約される。このことを指してティモシー・スナイダーさんは、ヒトラーは時間という概念をコンプレッサーにかけたと表現しているよ。ナチズムってこんなに恐ろしい思想だったんだね。多分ナチズムが最も恐ろしいのはこの点じゃないと思うんだ。え、まだ何かあるっての？ヒトラーの考えでは、勝利した人種こそが優秀であり、敗北した民族は滅びるべきだった。そして敗北した人種に価値はないという考えは、アーリア人もまた例外じゃないんだね。ああ、独ソ戦が末期になり、もはや第三帝国の敗北が決定的になると、ヒトラーはあれほど優秀であると論じたドイツ民族に対して冷淡な態度を取るようになり、逆にあれほど劣等人種と蔑んだスラブ人を称賛する発言が増えるようになる。挙句の果てに、ドイツのインフラの全てを破壊するネロ指令を出し、その中止を訴えに来たアルベルト・シュペアに対してこう言い放った、イアン・カーショーさんの引用だよ。戦争は敗北し、国民もまたおしまいだ。ならば残された国民の最も原始的な生存でさえ考慮する必要はない。なぜなら、ドイツ人はこの闘争で弱者であることが証明されたからだ。後に残るはただ、劣ったものだけだ。最悪ね。1933年1月、ヒトラーは唯一絶対の指導者が全責任を取ると約束して権力を握った。しかしその最後において、彼は敗戦の責任を取って裁判を受けることさえせず、まるでゲームに負けた子供が腹いせにテーブルをひっくり返すような破壊命令を下して自殺した。この一見すると無責任な態度は、しかしナチズムの価値観に照らせば決して卑怯な振る舞いではないんだね。なぜなら、ヒトラーが責任を取ると言ったのは、勝利をし続ける優秀なアーリア人種に対してなのであって、闘争に敗れ、再起ある若者が皆戦死してしまい、あとは残りかすだけとなった劣等なアーリア人種に対してじゃないんだ。今日のリッカちゃん、身も蓋もなさすぎてちょっと怖いんだけど。それは私もそう思う。ごめんね、大事なところだからつい熱が入っちゃった。
さて、ティモシー・スナイダーさんは著書の結論部分でこのように述べているよ。ヒトラーは単なる国家主義者や権威主義者などではなかった。彼にとって、ドイツの政治とは人類の自然状態を回復するという目的のための手段に過ぎなかったのだ。ヒトラーのことを反ユダヤ主義者だとか反スラブ主義者だと決めつけてしまうことは、ナチスの思想の潜在性を過小評価することになる。ユダヤ人やスラブ人に対する彼の考えは、たまたま過激化してしまった偏見などではなく、むしろ世界を変えうる可能性を秘めた守備一貫した世界観から生まれたものなのだ。政治と科学を一緒くたにすることによって、ヒトラーは政治の問題を科学的な課題としてすり替え、そして科学の問題を政治的な課題として見せかけることができたのである。こうして彼は、完全無欠の人種闘争の世界が、ユダヤ人のヒューマニズムの影響によって汚されてしまうという図式を活用してあらゆる情報を解釈し、その輪の中心に自分自身を据えることにしたのであった。うへぇ。このナチズムの本質とは実はナショナリズムではないという考えの重要性は、いくら強調してもしたりないほどなんだ。動画の初めでも触れたように、独ソ戦が通常の戦争の枠をはるかに超えて凄惨なものになった理由を知るためには、こうしたヒトラーの世界観を理解することがどうしても必要なんだね。じゃあ、次はこの思想をもとに、彼が独ソ戦を通じて具体的に何を達成したかったのかについて学んでいくことにしようか。1940年後半から41年前半にかけてのヨーロッパ大陸で列強と呼べる国は、ソ連とナチスドイツだけだった。だが、ヨーロッパという地域全体で見れば、大国はこの2国だけではなかった。ソ連とドイツはヨーロッパを作り変えたが、イギリスは世界を作った。ソ連とドイツはある程度互いに影響し合ったが、どちらも両国の敵であったイギリスからは大きな影響を受けた。どちらもイギリスの帝国と海軍が構築した世界システムには、当面手を出すつもりはなかった。イギリス帝国の存在とイギリス海軍の絶対優位を受け入れた上で、自分たちの戦争に勝ち、革命を完了して、自分たちの帝国を築く他はないと考えていたのだ。ソ連とナチスドイツの指導者は、同盟関係のあるなしやイデオロギーの違いには関係なく、イギリスの国力という現実により、全く同じ基本的な問いを突きつけられていた。それは、国際市場への安定的な足がかりも信頼に足る海軍力もない広大な陸の帝国が、いかにして近代世界で繁栄を遂げ優位に立つのか、ということだ。ということで、ここからは第三帝国が夢見た東方生存権について学んでいこうか。やっと重たいテーマを乗り越えたと思ったらまたまた不穏な題材ね。参考文献はティモシー・スナイダーさんのブラッドランド、リチャード・エヴァンスさんのサードライヒ3部作、そしてアダム・トゥーズさんのナチスと破壊の経済の3冊よ。第一次世界大戦終結後のドイツとソ連の状況は似通っていた。どちらの国も戦争や内戦によって経済はボロボロで、どちらも海外に広大な植民地を持たず、そしてどちらもイギリスの海上派遣に挑戦できるだけの海軍力を持っていなかった。グローリアス・ロイヤル・ネイビーってやっぱりすごかったんだね。このためヒトラーとスターリンは、イデオロギーは真逆ながら全く同じ結論にたどり着くことになった。すなわち、海で大英帝国に勝てないのならば、陸の大帝国を打ち立てることで対抗するしかないということ。けれど、この結論に到達するためのアプローチは両者で全く異なっていた。ソ連は農業集団化と五カ年計画によって、自国を植民地にすることでこれを達成しようとしたけれど、第三帝国はソ連が築き上げた楽園をそっくりそのまま奪い取ることで成し遂げようとしたんだ。ドイツは工業国だけど食料や資源の多くは輸入してたもんね。特にヒトラーにとって食料の自給自足は喫緊の課題だった。ドイツの食料問題については第一次世界大戦時にドイツ帝国を襲ったカブラの冬についてぜひとも知っておく必要があるね。カブラの冬について学ぶなら藤原達史さんのこの本がおすすめよ。で、カブラの冬って何なの？開戦時、ドイツ帝国は東のロシアと西のフランスに挟まれ、さらに海への出口を英国に塞がれたことで食料事情が極端に悪化。時のドイツ政府の対策もことごとく逆効果となり、休戦までの4年間に76万2千人の餓死者を出しました。この統計に前線の兵士は含まれません。76万人。藤原さんの文献では、当時の都市部の様子を描写した回想録が引用されていたわ。今回はカリン先輩に読んでもらうわね。ほいほい。ある日、私は一頭の痩せこけた馬が倒れ死ぬのを見ました。たちまちそれを待ち伏せしていたかのように、長い歯の料理包丁で武装した女性たちが周りの家から出てきて、この死骸に襲いかかりました。叫び声を上げたり、殴り合ったりしながら、最も良い部位を取ろうと争っている人たちの顔や服に、湯気の出ている血が跳ねかかりました。別の飢えて痩せ衰えた人たちも寄ってきて、お椀やカップの中に温かい血を集めます。こぼれた血で歩道は赤く染まりました。馬が荒野に横たわる骸骨のようにかじり取られてしまうと、ようやく人々は奪い取った肉の塊を心配そうに平べったくなった胸に押し抱え、急いで散っていきました。これはひどい。我が闘争の中でヒトラーも、負傷して拘束された際にこうした悲惨な状況を目撃したことを告白しているね。
彼はその後の政治活動の中で、戦後にドイツ軍部が広めた背後からの人突き伝説を積極的に利用したけれど、もちろんヒトラー自身、そんな陰謀論を振りかざすだけで高校中退のフリーターがドイツの首相になれるのなら誰も苦労はしないことは自覚していた。革命を主導したのは確かに社会主義勢力だったとしても、革命を成功に導いた決定的な要因は、カブラの冬によって民衆に積もり積もった不満であったことは正確に見抜いていたんだ。それで食料や資源の自給自足にこだわるようになったのね。我が闘争の新鋭販路の説で、彼はこのように述べているよ。人々がヨーロッパで土地と領土を欲するならば、その際は大体においてロシアの犠牲でのみ行われた。かかる政策のためには、もちろんヨーロッパにはただ一つの同盟国があった。すなわちイギリスである。イギリスと結んでのみ、背面を保護されて、新しいゲルマンの行軍を始めることができたのである。イギリスの好意を得るためには、だがどんな犠牲でも大きすぎることがあってはならなかった。植民地と海上勢力を断念し、そしてイギリス工業に対して競争を差し控えるべきだった。絶対的に明白な態度だけが、このような目的に達することができたのだ。すなわち、世界貿易と植民地を放棄すること、ドイツ海軍を断念すること、陸軍に対して国家の全勢力機能を集中することである。ヒトラーって実はめちゃんこイギリス寄りな考えだったんだね。同じ説でヒトラーは日露戦争で日本が果たした役割をドイツが代わりに担うべきだったとまで言ってのけているわ。ここから導かれる第二次世界大戦における第三帝国の理想的なポジショニングは明白よ。すなわちナチスドイツは決してイギリスの海上派遣の邪魔はしないし、共産主義の脅威からヨーロッパを守る防波堤の役割だって喜んで引き受けてやる。その代わり英仏は東方植民地の建設の邪魔をしないでくれ。特に海上封鎖をするのだけは絶対にやめてくれという願望よ。ポーランド侵攻時に英仏から宣戦布告を受けた時、ヒトラーは衝撃のあまり呆然としていたなんて話を本で読んだことがあったけど、今の流れを聞いてると十分頷けるわね。二正面作戦は一度やればもうたくさんだよね。独ソ戦の開戦原因の一つとして、イギリスの継戦意欲をくじくためにソ連に攻め込んだという意見がよく挙げられるけれど、初見だとこの意味がよくわからない人がほとんどだと思う。なんせ西方電撃戦におけるダンケルクからの撤退の際に、イギリス遠征軍は重装備や兵器類のほぼ全てを置き去りにせざるを得なくなり、陸軍としてはほとんど無価値になっていた。でもロイヤルネイビーは健在だった。当時のドイツにとって、イギリスの海上封鎖がどれだけ頭の痛い問題だったのかを把握しなければ、さっき出てきた海戦原因の意義は見えてこないということだね。戦争はドイツの大勝利で進んでいるのに、時間は相変わらずドイツに味方していなかった。バトルオブブリテンはルフトバッフの航空機やパイロットのおびただしい損失をもたらしたにもかかわらず、イギリスの継戦意欲をますます奮い立たせる結果に終わってしまった。こうしてヒトラーは決断を迫られた。アメリカが本格参戦する前に、あるいはソ連が密かに英米と結託するような陰謀を巡らせる前に、そして大粛清で弱体化した赤軍が立ち直ってしまう前に、電撃的にソビエト同盟を打ち滅ぼす。そうして獲得した東のエデンで、アメリカの経済力に対抗し、かつイギリスの海上封鎖が完全に無意味となるようなドイツ人だけのための広大な植民地を建設する。この東方生存権の理想を現実とするために建てられたのが、東部総合計画だね。東部総合計画？出たわね。どうせろくでもないんだろうけど、具体的にはどんな計画だったの？ハイドリヒの監督とヒムラーの監視のもと、親衛隊大佐で大学教授でもあったコンラートマイヤーたちは、絞ってはいけない方向に懸命に知恵を絞り、1940年半ばに計画の書案が、さらに数度の改定を経て42年5月に一応の完成を見た。具体的内容は、ティモシー・スナイダーさんの記述から引用するね。ドイツは占領地の住民を強制移住させ、殺害し、同化させ、あるいは奴隷化して、劣等な環境の辺境地帯に秩序と繁栄をもたらす。大半がスラブ人からなる、推定3100万人から4500万人が消えることになっていた。ある改訂版では、ポーランド人の 80% から 85%、西ウクライナ人の 65%、ベラルーシ人の 75%、チェコ人の 50% が抹殺される予定だった。ソ連の堕落都市を破壊し尽くした暁には、ヒムラーの言葉によれば、ドイツの農民たちが真珠のごとく価値ある入植地を建設する。そうした理想郷のような農業共同体が、ヨーロッパのために有り余るほどの食料を生産する。植民地の建設により、ドイツはアメリカのライバルにふさわしい大陸の帝国となり、アメリカと同様、絶滅、植民地化政策と奴隷労働を基盤とした堅牢なフロンティア国家となりうるのだ。ヒトラーはアメリカ大陸の征服と似たようなプロセスが東方でも繰り返されると考えていた。つまり北米で白人がインディアンにしたことをドイツ人がスラブ人にするということだ。ロシアのボルガ川がドイツのミシシッピ川になると公言したこともあった。ドイツの計画立案者たちは、すでにドイツの統治下にあったヨーロッパ地域に暮らすおよそ2500万人の食料調達をどうしたものかと考えていた。そして第一次世界大戦後にソ連の都市人口が2500万人増加したことに着目し、単純極まる解決策にたどり着いた。前者が生き延びるため、後者に死んでもらおうというのだ。
この計画によりドイツの国境は事実上東に 1000km 拡大されることになっていた。方角こそ真逆だけど、それは過去にアメリカ大陸で起こったことと本質的には同じだった。ヒトラーにとって来たる第三帝国の理想的なモデルケースはアメリカ合衆国。アメリカに入植したヨーロッパ人が約250年をかけて950万人の原住民を絶滅させたのを参考にして、ヒトラーたちは東欧とロシアでこれの10倍近い人数を10分の1の期間で虐殺し、奴隷化し、同化し、下肢に追いやり、あるいはシベリアに追放することにしたんだ。あまりにも現実味がなさすぎるんだけど、本当にそんなことをやろうとしてたの？極端な話に思えるんだけど、現にナチスは独ソ戦中、占領したポーランドとソ連の領土で規模ははるかに小さいながらこの計画を一部実行した。だけど、それを一緒に学ぶにはさすがに尺が足りないから、また次回以降のテーマにしようか。次はフランス戦後の独ソ関係の悪化について学んでいくわね。私にとっては初回なのにもう色々とハードすぎるんだけど。頑張れ。さてさて、1940年の夏、不可侵条約の締結から1年を待たずして、すでに独ソの利害関係は衝突を始めていた。このテーマの参考文献は例によってこれら3冊よ。1940年6月半ば、ドイツとフランスの戦いが最終局面を迎えていた頃、バルト三国では駐留中の赤軍の支援のもと、共産主義勢力によるクーデターが敢行される。ポーランドの時と同じく知識人層の大量移送と虐殺の嵐が吹き荒れ、リトアニア、ラトビア、エストニアは完全にソビエト同盟に併合されてしまった。これにどこよりも警戒感を示したのは、もちろん赤軍と戦火を交えたばかりのフィンランドだった。冬戦争で抵抗してなきゃ自分たちもこうなってたんだもんね。戦争終結後もソ連は引き続きフィンランドに圧力をかけ続けていたけれど、これは同国をナチスドイツに接近させる結果となってしまった。夏になるとフィンランドはドイツと秘密協定を結び、ドイツ軍の駐留と領内通過を許すことになった。完全に逆効果じゃん。さらにフランスの敗北によって後ろ盾を失ったルーマニアに対しても、ソ連は最後通牒を通達。ベッサラビア地方のみならず、独ソ不可侵条約の対象外だった北ブコビナまで占領。さらにリトアニアの併合時には、これまたドイツの領分とされていたシシュペ川の左岸地区、通称リトアニアストリップと呼ばれた地域までノリで併合してしまう。冬戦争でコテンパンにされてたのにえらい強気ね。ミュンヘン会談やその他の外交の経緯から、スターリンはヒトラー相手に弱腰で臨むのは何よりも危険であると考えていたわ。むしろ強硬姿勢に出て威嚇を続けつつ、ソ連の影響権を広げて権益を獲得した方が得策だと思ったのね。しかしソ連のこうした強気の姿勢は、対仏戦の大勝利によって戦争することに対する心理的なハードルが地中に埋まるくらいにまで下がっていたヒトラーを大いに刺激することになった。第三帝国もまた勢力圏の拡大に努め、フィンランドに続いてルーマニアの領土問題にもイタリアと共に介入する。第二次ウィーン裁定でトランシルバニア地方をハンガリーへ割譲させる代わりに、ルーマニア国内にドイツ軍を進駐させることで同国の安全保障を提供した。11月にはルーマニアは枢軸国に正式加盟、同じ月にハンガリーやスロバキアも枢軸入りする。第二次ウィーン裁定においてソ連はチェコスロちゃんの危機に続いてまたしても存在をガン無視されて会談には呼ばれさえもしなかったわ。ルーマニアがドイツの手に落ちようとしている今、スターリンが何よりもこだわったのはブルガリアにおけるソ連の権益だったんだ。バルカン半島は前の大戦でも火薬庫になってたけど、ソ連にとってブルガリアがそんなに重要なのかしら。これについては地図を見れば一目瞭然だね。ああ、黒海から地中海に抜けられる海への出口ってわけね。大ロシアにとって悲願の南方進出が実現するチャンスってわけだ。こうしてバルカン半島やフィンランド、さらに独ソ貿易協定の諸問題について話し合うため、1940年11月12日、モロトフがヒトラーと会談するためベルリンに到着。この会談の模様についてはローレンス・リースさんの記述を引用してみよう。会談の冒頭でヒトラーは1年にわたる独ソの関係がいかに両者に利益をもたらしてきたかについて言及した。これに対してモロトフはヒトラーが大まかな内容について話したことに自分もまた大まかには同意すると述べた。しかし会談の数時間前にリッペントロップに注意喚起したのと同じく、モロトフはフィンランドという具体的な問題を提起したかったのだ。そしてソ連はブルガリア、ルーマニアおよびトルコに対するドイツの意向を知っておきたいとも話した。ヒトラーはまたしても大まかな言葉を用いて、確かに多くのことが解決される必要があることを認めた。こうして会談の初日は終わった。この時点ですでに明白となったのは、単に会議中に求める具体的な内容のみならず、会談への望み方全般についても両者はあまりに隔たりがあったということだった。モロトフはあくまで細部を知りたがった。対してヒトラーは、とにかく壮大な話を語りたがったのである。うわぁ、初日からすっごい雲行きが怪しい。ヒトラーとモロトフは、端的に言って性格の相性が最悪だった。会談の中でヒトラーはイギリスを打倒した後のドイツとソ連、そこにイタリアや日本を加えた4カ国による世界分割案について語ろうとしたけれど、モロトフはフィンランドやバルカン問題といった具体的な問題にこだわり続けた。
しかも会談直前の10月28日、超絶に空気の読めないムッソリーニがギリシャに侵攻を開始したことにより、バルカン半島に対するソ連の警戒レベルをマックスまで引き上げてしまっていた。そして会談があったその日の夜には、超絶に空気を読めている英国の空軍機がベルリンに来襲、モロトフとリッペントロップが防空壕に避難するというハプニングがあった。この時、モロトフはリッペントロップにこのように問いかけた。あなたはイギリスはすでに敗れたとおっしゃいましたが、それではなぜ我々はこうして防空壕の中で座っていなきゃならんのでしょうな。これはグーの根も出ないってやつね。こうして会談は不守備に終わった。同年の夏にヒトラーは後のバルバロッサ作戦につながる計画案の策定を早くも命じていたけれど、この会談によって彼の中にあった最後の安全弁が吹き飛んだ。会談からわずか1ヶ月後の12月18日、彼は対ソ戦の実行を命じる総統司令第21号を発令する。これで独ソは決定的に仲違いして、そのまま戦争になだれ込んじゃったんだね。ところがどっこい、少なくともスターリンにとっては思惑は違っていた。あれ、そうなの？会談でリッペントロップが持ち出した世界分割案を受ける形で、11月末にスターリンはソ連側の対案を提示。これが受け入れられるならば、ソ連もまた枢軸に加盟する用意があるという意思を明確にした。え、受けちゃうんだ。なんか意外。強気の姿勢を示すためにモロトフには一旦断りを入れさせたけど、ドイツ側から提案をしてきたのはスターリンにとっては渡りに船だったわ。少なくとも独ソの協定が続いているうちは開戦を先延ばしにすることができるし、うまく転べば英国の支配下にある中東とインドの権益をそっくり手に入れることもできる。それに当時の列強諸国の交渉の常として、最初に高い牽制球を放って相手の出方を見るというのは常套手段だったわ。スターリンは同じ独裁者としてヒトラーを高く評価していたから、これくらいの政治的な駆け引きはヒトラーも織り込み済みで、最終的には対案に乗ってくれるだろうと考えたのね。牽制球どころか思いっきりデッドボールになってんじゃん。この対案と付随して、明けて1941年1月初旬に独ソ国境通商条約が締結される。ドイツ側がたびたび支払い遅延を起こしていたにもかかわらず、さらに250万トンの穀物と100万トンの石油などの出荷をソ連は約束した。これまた太っ腹だね。しかし、アダム・トゥーズさんによれば、こうしたドイツを買収しようとするスターリンの努力は逆効果に終わった。ソ連がプレゼントした石油はそっくりそのままバルバロッサ作戦の軍事物資として転用され、穀物はむしろウクライナに対するヒトラーの憧れをより刺激する結果につながった。最悪ね。1月の半ばになってもドイツ政府からは何の回答もなく、それどころか3月になるとブルガリアがソ連に無断で枢軸に加盟、同月の後半にはユーゴスラビアまでがソ連を見限ってドイツ側に着いた。ユーゴスラビアではその後にクーデターで新独政権が倒れ、イギリスの支援を受けたギリシャもまた枢軸に対抗していたけれど、ユーゴはたったの10日、ギリシャも24日間で降伏してバラバラにされてしまい、イギリス軍はバルカン半島から叩き出されてしまった。事態の進行が目まぐるしすぎてめまいがするよ。かくして1941年の6月、バルバロッサ作戦の開始直前、ソ連を除いたほとんど全てのヨーロッパ諸国が枢軸に加盟しているか、あるいはドイツと同盟関係にあるか、ないしはその占領下にあった。枢軸に加盟したいという打診に対する回答をよこせよスターリンが何度シグナルを送っても、不気味なほどにドイツ政府は沈黙を続けていた。ソ連は大事な場面で仕方される呪いにでもかかってたのかな？ドイツの沈黙とは真逆に、ファシストが攻めてくるという別ルートからの情報は洪水のように増え続けていた。しかし、スターリンとしてはそんな誤報は断じて認めたくなかった。彼の中ではヒトラーという男は、イデオロギーか現実的な利益かの二択を迫られた時、名を捨てて実を取る選択ができる、すなわち取引のできる相手だった。一方でヒトラーはいついかなる時も名と実の両方をもぎ取らない限りは決して満足しない男であり、ソ連という堕落した国家相手ならそれも容易であると看破していた。結論として、独ソ友好というイフの物語はヒトラーとスターリンの両者が見ている世界観があまりに違いすぎたために最初から実現可能性の目を詰め取られていたとも言えるね。今回の動画は、再びローレンス・リースさんの記述を引用して締めくくるとしようか。結局のところ、ヒトラーとスターリンはどちらも同じ過ちを犯していた。二人とも己を騙していた。自分の望んだことが必ず起こりうるだろうと信じていたのだ。彼らはある程度、自身が作り上げた代替事実という世界観の中で生きていた。スターリンの場合、ドイツ軍は侵略など計画していないなどと主張し続け、結果としてそれが彼にとっての真実となった。一方のヒトラーはといえば、ソ連の国家体制はひと蹴りもすれば崩れ落ちるだろうと論じ立てており、そしてそれが彼の現実となった。ヒトラーもスターリンも自分たちが犯した根本的な誤りを理解していなかった。どちらも自分が生み出した代替現実をコントロールすることなどできはしないのに、それでも己の予測の正しさを当てにしていたのだ。プラン B などなかった。プラン A か、さもなくば破滅だったのだ。1941年6月22日、日曜日の早朝、ドイツ軍の攻撃が始まった時、ゲッペルスは日記にこう書いている。歴史の息吹が聞こえてくるようだ。新たなライヒが誕生する時だ。実に素晴らしい。彼は、
これ以上ないほどに謝っていた。さてさて、今回は戦争フェーズこそなかったけど、重要なテーマをいくつも扱うことができたね。げんなりしちゃうような重い話も目白押しだったけどね。本編が長くなりすぎてエンディングがはみ出しちゃったよ。とはいえ、ナチズムみたいなデリケートなテーマは早めに消化しておかないとね。一旦改正したら軍事面の話を中心にせざるを得ないから。で、次こそはバルバロッサ作戦の内容に入るわけ。ああ、次回は改正に至るまでのドイツ軍の内実や作戦計画について学ぶことになりますね。つまり、まだまだこのシリーズの本編には入れそうにないってことね。誠にごめんなさい。その代わりと言ってはなんですが、次回はほぼ全て軍事面の話が中心となるはずです。無敵と称されしナチスドイツ軍、その内実やいかに？とまあ、相変わらず頼りない動画だけど、よかったらマイリスやいいねなどで引き続き応援してもらえると、本当に嬉しいな。次回の投稿時期は例によって未定ですが、機会があればまた続きを学んでいきましょう。それでは、ここまでのご視聴。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回会おうね。